ご準備が整ったさ。何を泣いているの？洗うね。子猫が死んだの。大切にしてたのに。荷車に轢かれるのを目の前で止められなかった。つらかったわね。でも、洗うね。あなたにもいつかまた守るべきものができるわ。人として、王女として、その時は命を懸けて守りなさい。命を守るべきものを守るため、命はあるのですよ。はい、お母様。さあ、来ていただけましたか。行きましょう。クラウザー将軍。王女様、どちらへ。城を出ます。お通しできませぬな。王女の逃亡を見過ごせば、陛下は私を許しますまい。逃がすくらいなら切ります。アラウネ様、お下がりください。クラウザー将軍、すでにエドラス一国の問題ではありません。それに民の幸せは父のもとではかなわない。変わらなければならぬ時なのです。姉の意志を継ぐため、私は城を出ます。それでも切るとおっしゃるなら切りなさい。さあ。昔から、私は将軍の座を願っていました。マフレズと共に、競い合いながら、私たちは武力だけが誇りでした。武力で己を認めさせたかったのです。だがマフレズはエリカ様と出会い変わった。奴は国と民を思い、剣を取るようになりました。そして、私はマフレズに二度と勝てなくなった。マフレズならきっと…見届けさせていただく。
エリカ様の意志を継がれる。私だけではありません。この方がいます。私たちがオルステラに光を取り戻します。選ばれし者、捨ておけ。陛下、行きましょう。目にかなう本物とやら言えるかね。極めさせてもらうぜ。まあ、いいけど。
見極めさせてもらうぜ。ここですね。アラウネ様、協力者が来るとおっしゃいましたが。スカイガラスから手紙を受け取りました。姉が剣士を名乗っていた時、共にいらした方です。その方はこう綴っていました。この先に真実がある。その通りだぜ。よ、あんたサンシェード以来だな。あんたはいつも誰かを助けてる。今回はでかいもんを救うことになるかもな。アラウネ王女、俺がシャルルだ。ケンシエル、エリカ王女には世話になった。姉の力になっていただき感謝いたします。お互い様よ。力になれずすまなかったな。俺はリーベンに戻って確かめたいことがあった。きっとあんたの役にも立つことだ。ありがとうございます。ついてきな。目指すはリーベン城だ。危険です、アラウネ様。リーベンは未だエドラスの同盟国です。城を出た我らが手配されていれば。その危険に見合う価値はあるぜ。行こうか、真実を拝みによ。かね、はっ、バカめ。はっ、やっとうまくいった。そい、うわうわうわ。さてと、へい、はっ、焦らず直していこう。いっさくうまくいった。そい、うわ。さてさて、いい手応えだ。はっ、そこが弱そうだね。終わらせる。なんとか倒せた。ま、いいけど。あの、シャルルでいいぜ。シャルル、その通りだ。エル、
王女様。はい。シャルル。本物とやら言えるかね。いい仕事になりそうだ。貴様ら、ここをどなたの城と心得る。武器を下げよ、無礼者め。貴殿らこそこの方をどなたと。衛兵よ、下がりなさい。アラウネ王女、無礼をお許しください。リーベン王陛下、本当にご無事で。この通りでございます。父は帰国に攻め入ったのでは。お父君は改めて和平を結んでくださいました。エドラスとリーベンは未来永劫を支え合うと。貴様よ、陛下。俺を覚えてるか？お前は…シャルル！陛下！あんた、何者だ、おっさん。貴様は…俺の名は、リシャール・ H ・リーベン。リーベン王の息子だ。悪いな、シャルルは偽名さ。あんた、姿形は確かにそっくりだが、俺の目はごまかせないぜ。親父とは喧嘩別れしたっきりだからな。本物の親父ならとっくに俺を罵ってるさ。シャルル。バレちゃいましたか。ムカつくガキですね。何者だ、貴様。そ
な。探していましたよ。リーベンの地、正当な王位継承者。自分からのこのこやってきてくださるとは。お父君にわざわざ会いに来たのですか？そんなとこだ。お父君はこちらですよ。待て！ようこそ、王の前。おや、感動のご対面ですね。リーベン王は無欲な王でした。隣国との輪に尽力し、それ以上を望まず。しかしある時、彼は宰相にそそのかされました。オルステラを滑る王になれる。宰相は言葉巧みに彼の欲をかきたてたのです。それからの変貌ぶりは見ものでしたよ。親父はあんたに変えられちまった。勘違いはいけません。あれがお父君の本性ですよ。死してなお玉座に本望でしょう。そのふざけた笑いをやめ。何が望みなのですか？私は真の主のお心のままに、愚かな王たちをそそのかし戦を起こしただけです。まったく人間とは実に欲深い、底なしの谷のようにね。やめろ。アラウネ王女、あなたも自らの欲のため民を捨て国を去ったのでは？私は確かに国を出ました。父のもとでは守れないと悟ったから。姉が愛した民を、国を、それが私の欲と言うならいいでしょう。私はもう何も恐れません。ほう、その綺麗な首が飛び姉君に会うのも。です。最後というのは陳腐で哀れなものです。ああ、そうだ、リーベン王の最後もなかなか寒気がしましたよ。自らの血だまりの中でつぶやいていました。すまない、父を許してくれ、リシャール。メロ、その笑いをやめろ、トゲトゲ。アラウネ様、お下がりください。
てめえは許さねえ。絶対にだ。王子、探していましたよ。ようやくこれでリーベンの血筋を立てる。真の主の邪魔者は排除します。選ばれし、あなたもね。さあ、あとはあの世でお楽しみください。逃げ場はないぞ。焦らず直していこう。やった。おや、さてさて、任せろ。いや、私だって。任せるよ。しぶれ、貴様の弱点。豪華な歌を聞かせましょう。よっ、あとは頼んだぜ。心を乱します。失礼。さて、どうしましょう。任されました。始めよう。怪人と勝て。しぐれ、評価に狂い酒。決まりました。あとはよろしくね。ありがとうございます。うわ、楽しいな。怪人と勝て。この程度か。あとは直していこう。三連三。評価に狂い酒。今です。はっ、やるぞ。ふっ、よし、任せろ。丸裸にしてやる。熱唱の矢。評価に狂い酒。あとはよろしくね。ありですね。やるぞ。診察の時間。いいぜ、任せとけ。恐ろしいお方だ。うわっ、怪人と勝て。焦らず直していこう。
感。許されます。お任せします。商売人の意地ってもんだ。どうどうか。出番ね。ほらほら、さっさたち、そこが弱そうだね。これが商売人の意地ってもんだ。ガードエス。守るために。取っておきだよ。見せてあげる。おりゃ。ほらほら、焦らず直していこう。悪いな、光よ、他のものを清めよ。うわ。さてさて、始めよう。イクリプルエネジバカめ。さっさたち、癒しの奇跡を与えたの。それでは見守っていて。はあ、これが私の覚悟。ほお、力を届けます。さうさたち、あれ、3分終わらせる。きつかった。ばかな。も申し訳ごさま。アラウネ様、ありがとう。でも、で、まさか。ん？父はパーディス三世を撃ちます。守るべき者のために。死ぬなよ、王女様。ええ。クラウザー将軍、兵を集めよ。は
お任せを。見ておるがよい。サラワー陛下。アラウネ王女、よく決起してくれた。しかし未だ戦力差は大きい。策を練ろう。共に未来を勝ち取りましょう。皆の者、聞いてくれ。私はアルティニア国王ソロンだ。今この地には我が国の兵とエドラスの民、かつて手を結んだ両者がいる。パーディス三世はその役をたがえ、我が国を手にかけた。そして民を愛し守ろうとしたエリカ王女すら、あの暴君を討たずして我らの未来はない。誇りを胸に共に戦おう。おあ、陛下。お、アラウネ殿、敵がいるぞ、捕らえよう。何も喋るな、アラウネ殿。どうかお守りください。民だけは。アラウネ様。アラウネ様。